いや、お金くれるから枠増やせ矢印結果。カタールワールドカップで出場してないにもかかわらず中国企業が約1900億円の出資を刊行し、FIFA がアジア枠を増やしたとされている。中東のオイルマネージャーかんの？もうそんな余裕ないんちゃう中国さん。ワールドカップもでかくなりすぎて一国で開催するのは限られてくるもんな。二次でタイとシンガポールに引き分けるレベルやぞ。インドネシアにも加点し普通にグループ再開あって。4年前より弱くなっててワロタ中田がいた時に1例で勝ったけどここまで雑魚ではなかったのにな。中国はそのうちクローン技術駆使して11人のクリロナを作り上げ世界を席巻するだろうな。オイルマネーや放映権量で潤うことを期待してるんだろうけど増えた4枠にイラク、バーレーン、北朝鮮、ウズベキスタンあたりが入るようでは失望してアジア枠をかなり没収されるだろうな。中国大陸枠作れよ11で出られるやつ。FIFA 推薦枠みたいなの作ってもう強引に出そうとするかもな。日本が強くなりすぎた。